7回に分けてお送りしているマストカッティング7選4回目の今日はですね、スライドですね。こうやってこうスライド入れるんですけども、ポイントとしてはですね、これ同時に動かすってことですね。同時に動かすにはどうすればいいかっていうと、腕をこう動かしてしまうと指が跡がついてきちゃうんですね。なので遅れてしまうので、ポイントとしては指先から動かすようにするっていうこと。そうすると同時に動くと思います。で、もう一個ですね、後ろのブレーキですね。親指、これこのぐらい1フレット分のスライドでしたら、もう親指じっとしておいていいと思います。それでですね、一つ皆様がやっちゃいがちなこととしてですね、この最初の音符、これがまあ普天八部でこうっていうリズムであって、それに対する装飾音符のようにこうって弾いてる方が結構多いんですよね。音歌が16分音符になってないっていう症状ですね。音歌をどんなテンポでも16分音符分でなしきゃいけないので、タッカ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 、タッカにしなきゃいけないですね。もちろん速いテンポでツク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 ぐらいになると思うんですけども、テンポの16分音符1個分にスライド前の音が鳴ってるのに注意してください。僕もしあのスライドのやり方であるとか音歌の感じ方、まあ、数え方ですね、でご自身がやってるので大丈夫かどうか確認してもらいたいということですね。トータルギターメソッドの日曜日の自由投稿の時にこれ演奏していただいて、コンテンツに関しましてはあのトータルギターメソッドのカッティング編ってたくさんございますので、どれでも好きなのを選んで演奏していただきましたら私確認いたしますので、ぜひご利用くださいませ。それではご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。トータルギターメソッド、あなたのギターライフを輝かせる。新しいギターライフをぜひご一緒に。